あちこちもどりっち。どうも皆さんこんにちは、しょうまです。今回の動画は、前回の動画の続き、続きというか、前回の動画はその公式戦前の最後の練習試合、試合で、足怪我しちゃったんですけど、で、その怪我する前までの前節の公式戦から次の公式戦までの練習試合のところのね、プレイ集を作ったのでね、YouTube に上げようと思います。足怪我する前のことなのでね、ぜひ見てくれたら嬉しいです。そして次の動画で公式戦の日のね、1日の Vlog 動画を出そうと思うので、それではお楽しみに。
はい、それではどうだったでしょうか。まあ自分の中で、そうですね、まあ動画を見て振り返ってみて、で、まあ本当昔に比べたら、まあ少しずつ良くなってるっていうのを自分自身も感じていて、で、あとはそこの一つ一つのクオリティの高さだったり、強度だったり、力強さとかパワーとか技術とか、もっと上げないといけないし、でもやっぱりまだ、ね、首振るタイミングとか、周り見るタイミングとか、角度の付け方とか、あとやっぱりその、まだやっぱりどうしても、一番がゴールが目的という中で、そのゴール前のとこでゴールを決めるためのドリブルじゃなくて、その1対1の時のその相手を外そうとするだけのドリブルになっちゃってる場面があって、でもそうすると2枚目も見えてないし取られるし、うん、そういうところはまだまだね、改善が必要だと思います。でも次の動画でね、公式戦の日の Vlog 動画上げる予定なので、それでは皆さん、チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。それでは朝プロント。